ようございます。おはようございます。今日何釣りですか？これはタコタコ釣れ線サイズ借りてみたら、ちっちゃくても大きくても大きいのかかるから、ちっちゃいのを取っていくと数は伸びるじゃん、それはもうちっちゃくていい、こんな感じ。シノブズタックルで、そうこれダブルにしちゃう。人生初タコに向けてレッツゴー。根掛かりしますよ、ここは。ここに根掛かりするから、だからそれがタコか根掛かりかっていうのを区別できると数が伸びる。ゴロゴロするから根掛かりの場合。タコだと、でもタコも大きいのは根掛かりだよ。下にくっついちゃう。それギューって外して、そう、前にあったのが相当重いなと。巻いてきたらブロック抱えてるタコブロック。タコブロック、やばかった。楽しいな、これ。これであんなかっこいいタコ釣れちゃうんだったらマジいいな。で、いいところは、はいどうぞで、バンって投げて、いきなり5杯バンって当たるこれペース遅いぐらい、遅いかな、でも今こんなんだよ。まあもうみんなね、2ヶ月前とか、みんな走り出しの時は100釣ったっつったよ。タコ100ってやべえ。キスの即大変なの。タコ100きたー。うおー、大友すごいね。あれ、こういう時に人の色を見た。あ、オレンジだったな。オレンジだったね。オレンジチャートケース。お、いい色じゃん。ゴミゴミ。2個つけられるならつけといた方がいいよ。2個つけれるんだったら2個つけた方がいいって。人によっては1個の方がいいって人もいるけど、そんなの釣りなんて何やったっけ。つける人、あ、根がかったか、やばい。根がかり、あ、ごめん、変な。でもわかんない。前行ったら取れるか。ちょっと待って、前出して。よくあるのがそれで、あれ負けねえ、タコだこれは、いや、違う。根掛かりっすね、これは。やっべ、シノフのパタパタが乗ってる。タコだ。タコかもしんない。ちょっと巻いちゃって。負ければタコ。うぃー、初タコ、でげー。でけえぞ、シノフ。ありがとうございます。逃げるよ、逃げる、穴。穴から逃げる。穴から逃げる。穴から逃げる、逃げる、逃げる、逃げる。これどうすればいいの。頭つかむ。タコゲット初タコ。これってさ、このまま食えたりすんの。結構生まれて、そうやって食べる人いるよ。食べてる。あ、うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。シュールなね。鼻にペロン。ありがとうございます、店長。持って帰れば。続く。